開きます。内閣提出経済施策を一体的に講じることによる安全保障の確保の推進に関する法律案および、足立康史君ほか2名提出経済安全保障に関する諸施策の実効的かつ総合的な推進に関する法律案の両案を一括して議題といたします。この際お諮りいたします、両案審査のため本日政府参考人としてお手元に配布いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官高村康夫君ほか9名の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので順次これを許します。福田昭夫君、はい。